ロボットの新たな存在意義を提唱するユニロボット。その目に見据えるビジョンとは。2020年前後ぐらいには売上を数十億レベルから社員も50名から100名に引き上げて、その中長期的な目線の中で、一つ IP をするっていうことは一つ目標には掲げておりますので、会社としての成長っていうのはロボット以外にもこう AI ソフトウェアを通して世の中に貢献していくと。でその最先端技術を使って技術者が集まれる会社にちょっとしていきたいなというふうに思っています。と IPO の目標といたしましては、やはり2020年から2021年のにかけて、一つはまたマザーズに上場するというところが一つの目標にしております。当然株主の方々も、そういうご期待はございますし、弊社の社員も、社会に貢献していく暁には、そういった大きなイベントも通して、会社としても成長していきたいなというところのビジョンは、皆さんにも語っています。 IPO の実現に向けて酒井が求める人物像とは、できるだけ若い方々、学生上がりの方は採用したいなと。でもう一方で、やはりバランスは組織ありますし、やはり経験に変えないものもあるので、やはり中途採用っていうものとその両方のバランスで、組織っていうのを上げていきたいなと。学生さんであるとやはりソフトウェア、ハードウェア、技術的なところと、営業のところもそうですけど、できるだけそこに少しでも素養がある方ですね。でハードウェアでいくと少しでもそのロボットとかものづくりを経験をしている人、ソフトウェアですと、Java とか C 言語とか、最近、使われている言語にちょっとでも触っていて、でそこに、ある程度素養がある方を積極的にちょっと見てます。で中途の方はもう本当に、正直言うとハードウェアでいくと、電気とか回路とか機構設計とか、ちょっと様々な細かい領域がありますけど、そういった領域で、5年から10年とか、そのいろんなスパンでご経験がある方を欲しくて、それはハードウェアだけじゃなくてソフトウェアもそうですし、ソフトウェアもサーバーから人工知能の AI のところとか、それは Java とか Android とか様々な開発言語で携わってきた方、幅広くちょっとそういう意味では、実は圧倒的に技術者が足りないので、ハードソフトは、とにかく採用していきたいっていう、あとハードウェアのエンジニアの方もなかなかそんなに多くなくて、ソフトウェアの方の方がまだ人口的に多いんですけど、なかなかハードウェアで特にものづくりして経験を積んでる方、あるいはロボットをやりたいっていう方が、結構やっぱり少ない目なので、弊社に入っていただきますと、ハードとかソフト AI とか関わらず、すぐに即戦力としてアウトプットが出せます。でなかなかのベンチャーでも、大手でも入ってもそうなんですけど、一つの入った分野に特化していくことになるんですけど、弊社の場合ですと、ソフトとかハードもそれぞれ多岐にわたった領域をやってますし、一人当たりできる範囲というのは非常に広いので、まず OJT からのすぐに現場に入って、アウトプットして商品化のところのサイクルが非常に早いです。でなかなかこうハードもなかなか現場に入れさせてもらえないところも、すぐに現場に入ってもらって、成果が出るように、私たちも働きかけしますし、必要な教育のライセンスでやるような、その CAD ベースにやるとかっていうものもどんどん提供しますと。